こんにちは、科学 .com の水川です。科学 .com 編集長の鎌田です。そろそろですね、夏が近づいてきたということで、お家の暑さ対策などを考え出す人も多いんじゃないかと思います。主流はエアコンだと思うんですけども、実は扇風機もまだまだ人気の製品なんです。そこで今回はですね、扇風機とサーキュレーターとの違いや扇風機の選び方、最近のトレンド、今お買い得の厳選モデルを鎌田さんに紹介していただきたいと思います。特にエアコンが苦手だなっていう人はぜひご覧ください。用途が基本的にはまあ全然違うと言ってもいいぐらい違う製品なんですね。まず扇風機の方はまあ分かりやすいんですけども、割とこう近くにいる人に対して風を当てて、まあ涼むというような感じで作られてますので、基本的には弱い、割と柔らかめの風をふわっと拡散するような感じで首振りなんかもつけながら近くの人に風を当てるというのがまあ扇風機の主な目的ですね。これに対してサーキュレーターっていうのは、まあ文字通りなんですけど、サーキュレーションってこう部屋の空気を循環させるために風を送るという目的なので、まあ主にはエアコンを使っているようなお部屋で、結構エアコンの冷気とか暖気って冷たいものは下の方に行ってですね、あったかい空気は上の方に行っちゃうっていうところは、結構温度ムラができやすいというところによく言われてますけども、強い風をですね送って空気をぐるぐる回すみたいなですね用途に使うんですね。なので基本的には人に当てるんじゃなくて、部屋の奥の方というか壁に向かってですね、もしくは天井に向けて直線的な強い風を送るということですね。だからサーキュレーターの風を扇風機側に浴びたりするとですね、心地よい風じゃないなっていうふうに感じると思うんですけども、やっぱ扇風機の方がその辺は考えられていて、当たってもそれほど嫌な感じがしない風という、この違いですね。最近の扇風機市場ですと、大体モーターによって2種類あるというふうにまあ考えていいと思うんですね。従来というか、かなり昔からある扇風機っていうのが、モーターの種類で AC モーターっていうもの、まあ、交流式モーターですね。これは昔からありますし、モーターもまあ比較的安いので、製品自体も1万円以下で買えるものほとんどなんですけども、ちょっと弱点としてはですね、いわゆる風切り音、音が結構ブーンってするとか、当たりすぎると寒いとかですね、そういうような人もいると思うんですね。なので割とこう、まあ比較的ですけども、モーターとしてはかなり速く回るので、強めの風で、しかも風切り音がうわっ、ちょっとブーンとするような感じ、なので音もちょっとしますよっていうようなものが多いんですけれども、最近ですね、この10年ぐらいですかね、増えてきたものに DC モーターって直流式モーターっていうのを使った製品が増えてるんですね。直流式何がいいかっていうと、すごくですねトルクが太いとよく言いますけど、力があるんですよね。なのでゆっくり回しても結構回すことができるということなので、一ついいところとしては、ゆっくり回すことで微風を送ることができる。AC モーターだとそれなりの速さで回さないと風がいかないみたいな感じなんですけど、 DC だとゆっくり回して微風を届けることができるというのが一つのメリットですね。それから割と風切り音がやっぱりトルクが太かったりするんでしないっていうところで、そこのところの静音性ですね、それからゆっくり回せますので省電力にもなるということなんで、割と扇風機としてはいいことづくめだと思うんですけれども、ただまあモーター自体の価格が高いので、 DC モーター搭載機っていうのはだいたい1万円以上はしてしまうということで、ちょっと前は高級扇風機なんていうふうに言われましたけれども、そこまで高級ということじゃないかもしれないんですが、以前のイメージの AC モーターの扇風機と比べると、あ、高いなっていう感じがすると。まあ、この2種類が大体ありますので、まあ、値段で選ぶか、それともその DC モーターの快適性みたいなもので選ぶかっていうのは、ちょっと選ぶ時のポイントにはなってくるかなと思いますね。まず扇風機っていうのは基本的に夏に売れる季節家電ということで、まあ暑くなってくれば盛り上がるという感じなんですけれども、価格 .com のデータを見てますと、例年まあゴールデンウィーク直後ぐらいからすごくニーズが上がってくるんですね。やっぱりエアコンクーラーをガンガン回すほどじゃないけど暑いよねっていうような時に、まあ扇風機欲しいなっていう方がまあ扇風機買われるようになって、ピークはやっぱりですね真夏に入る頃ですね、まあ7月8月ぐらいのタイミングなんですけども、この頃になるともうクーラーも回してるけども、どうにもこう暑くてこうもっとこう空気を循環させたいとか、さらに冷気をもっと扇風機で効率よく浴びたいみたいな、まあ、そういう駆け込み需要的なものもまあ増えてくるということで、初期の頃に売れるものと
最ピークの時に売れるものってちょっと違ってくるんですけども、映像収録してるのでまだあのゴールデンウィーク前なので、少しまだちょっと盛り上がりとしては低い状態ではありますけれども、やっぱり扇風機結構売れてきてますと。まあ人気はいろいろあるんですけども、やっぱり価格ドットコムで割と人気あるのは先ほど言ったですね DC モーター搭載機ですね、まあ1万円を超えてくるような価格帯のものっていうのがどちらかというとやっぱり人気になってまして、こういったものが結構選ばれてると。それからまああのダイソンですね、エアマルチプライヤー羽のない扇風機は、これはあのヒーター機能がついていたり空気清浄機能がついていたりということがありますので、夏だけじゃなくて通年結構売れてるというところがあって、こういったものも非常にあのランキングの上位には出てきているという状況ですね。今回はですね4製品とプラス1製品という形で計5製品をピックアップしています。基準として選んだのはですね、全て DC モーター搭載機ということで、価格帯的には1万円を超えるような高級扇風機ですねピックアップしています。今年に入って発売されたあの最新モデルもあるんですけども、まあ、価格としてこなれているという意味でほぼ全て昨年のモデルという形で、比較的お求めやすいものをピックアップしたということになります。現状ですけども、価格ドットコムが売れ筋ランキング1位になってますが、シャープの PJR3DSW という製品ですね、昨年2023年の4月発売 DC モーター搭載機ということなんですけども、ポイントの一つ目としてネイチャーウィングというですね、羽の形状がちょっとこう歪んだというか、ちょっと面白い形状をしているんですね。これがまず一つ目の特徴になってまして、これあのシャープ曰くですね、蝶々の羽を模して作ったということなんですけども、なんでこう蝶々の羽をですね模してこれ作ったかっていうと、非常に柔らかい風を送れるということで、この蝶々の羽をですねモチーフに作りましたということなんですね。でちょっとあの羽がこうくびれたような形になっていて、内側と外側で若干こう奥行きが違うような形になってるんですけども、これによって回転した時に前側の回転と奥側の回転が若干二重にこう回転するような形になると。でこの二重にこう風が出てくるような時間差でこう風がふわっとくるみたいなところになってくるので、少し複雑なこう気流になるんですね。そうすると直線的な風ってやっぱり人が浴びてもきついなっていう感じあると思うんですけども、こうふわふわした感じというかですね、気流がこういう感じで来るので、あの非常に柔らかい風が届けられるというところがまず一つポイントになってます。より自然な感じっていうんですかね、風が実現できるということで、よく扇風機当たり続けてったら手足冷えちゃったみたいな人多いかもしれないんですけど、そういうことがあまりないというふうには言われてますね。もう一つは DC モーター使ってるんで、ゆっくり回せる、そして静かに回せるっていうのは、まあ、どの製品も特徴なんですけども、あのこのシャープの製品の面白いのはですね、風量調整が全部で32段階あるって、これ他の製品にはちょっとない特徴でして、基本は8段階らしいんですけど、さらリモコンで微調整ってやることで全部で32段階まで風の強さをコントロールできると。だから一般的には今回紹介した製品っていうのは、大体その静音モードっていうのはついててですね、まあ、お休みモードとかいろいろあるんですけど、すごい微風を送りますよっていうモードを、まあ、大体切り替えるだけなんですけども、シャープの場合はそっからさらにもう1段階落としたいとか、もう2段階落としたいとか、すごい細かい微風の中でもこれぐらいみたいなことがすごくできるというところで、まあ、微風にすごいこだわる人はですね、結構面白いあの製品なんじゃないかなという感じしますね。それからポイント2つ目ですが、やっぱりシャープならではなんですが、プラズマクラスター発生器を搭載してまして、風に合わせてプラズマクラスターイオンも放出するというところで、まあ、プラズマクラスターの効能というのはいろいろ言われてますけれども、一番大きいところはですね、やっぱり消臭だと思うんですね。この製品あの実は首の振り方、まあ、手動ではあるんですけど、結構こういう上下方向にも動かすことができまして、特に上の方に向けて固定して上の方にこう空気を回すみたいな形ですると、何ができるかっていうと、例えば洗濯物の部屋干ししてる時に乾燥機代わりというか、ちょっとこの風を当てることでですね、乾きが早くなるので、そういう時に実は使えるということを言ってるんですが、プラズマクラスターの発生器がついているので、生乾きのいわゆる消臭みたいなところに実は効果があるというところでですね、この製品扇風機であるんですけども、ちょっとそういう梅雨時なんかの部屋干しの助けにもちょっとなるみたいな、ちょっと面白い機能がありますね。それからポイント3つ目ですが、110センチのハイポジションですね、結構高いところに首振りのとかついていて、さらにさっき言った上向きに角度調整ができるというところで、部屋干しのサポートもそうですけども、サーキュレーターとしても実は使えるというところで、まあ、上向きに天井に当てるようにですね、風を送って
ってエアコンと併用すればですね、かなりこうサーキュレーターのような形で部屋の空気を循環してムラがないような空間を作り出せるというところで、まあ結構いろいろ特徴があってですね、あと面白いのは操作パネルのところに室温表示がついてて、今何度ですよっていうのがついてるので、まあクーラーじゃないんで冷やすことはできないんですけども、それを目安にいろいろこう設定したりとかいうこともできるので、まあ非常に個性的な製品ではありますけれども、いろいろ使い勝手はいいかなというところで、まずこちら紹介させていただいてます。やっぱおすすめしたい方としては微風ですよね。寝るときに扇風機かけて寝ますみたいな方で、2だとちょっと強すぎる、1だと弱すぎるみたいなところで結構困る人もいると思うんですけど、そういう方はこのモデル使ってもらうと自分にいい最適なですね風量のポジションっていうのを設定して寝ることができるかなっていうところで、まあ、そういう方にぜひ使っていただきたいなと思いますね。続いては三菱電機のシーズンズ R30JDMB という製品です。こちらは2022年の4月発売の製品、 DC モーター搭載機という形になってます。三菱電機の扇風機ってあんまりメジャーじゃないかなっていうところはあるんですけれども、結構実はよくよく見ると面白い製品なんですね。まず一つ目のポイントとして、まあ面白いなっていうのはですね、羽の形状ですね。これもあの三菱電機非常にこだわって作ってるみたいで、エクストラウィングレットファンっていう名前になってるんですけども、このウィングレットっていうのが何なのかっていうと、航空機などの低騒音化対策としても応用されている羽の形状ということなんですね。まあ、三菱グループって三菱重工って飛行機作ってたりしますんで、まあ、そういう知見があるのかもしれないんですけども、航空機の低騒音化対策用にまあ作られている形状を模したというところで、非常にやっぱ静かに動作するというところが面白いところでして、静音モードで動かすと最小で12デシベルというですね、非常に静かに動くものなので、就寝時に使うなんて方にももちろんですし、非常にまあ静かなところがやっぱりポイントの一つですね。それから消費電力も非常に抑えられてまして、今回紹介する製品の中で一番低い最小のモードですけども 10W しか使わないというところで、まあ、一般的には 20W ぐらいっていうのが一般的なんですけど、その半分ぐらいで最小で、まあ、消費電力で動くというところもポイントです。それからまあ三菱電機はですね、まあ、この製品非常にまあ変わってるなというか、こだわってるなっていうところが一つありまして、普通一般的に扇風機ってですね、どっちかというと拡散する風を作っていくっていう感じなんですけども、この製品の場合はちょっとサーキュレーターに近いような、あんまり拡散しなくてまっすぐこう風が飛ぶような形状をしていると。これがロング気流ファンガードという前の方のガードがありますけど、これによってまっすぐの風を作り出すことができると。まっすぐってことは拡散しなくてまっすぐに風が飛ぶということはですね、遠くまで飛ばせるということなんですね。だから、まあ、先ほど言ったような話で言うと、サーキュレーターの代わりとしてもかなり多分これは使えるというふうに考えられていると思うんですけども、でこのサーキュレーターとして使えるというところを裏付けるかのようにですね、首振りがこれすごいんですよ。真上までまず向けられる、真上に90度首を上に向けて、これもう扇風機の使い方じゃないですよね。天井に向けて風を送ると、もう完全にサーキュレーターの機能なんですけども、さらに首振りがですね、普通左右で90度ぐらいのところから180度までワイドに引くと、もう右から左まで全部こう回ると。だからこの首振り機構とその直線的な風を送れるというところをまあ勘案するとですね、かなりサーキュレーターの代わりとしても役立つんじゃないかというところですね。なのでまあやっぱり三菱電機らしいというか、ちょっと面白い製品なんですが、普通に扇風機として静音モードもしっかりしてますし、もちろんモーターもしっかりしているというところでマルチに使えるんですけども、まあプラスアルファサーキュレーターとしての利用みたいなところを扇風機にもちょっと求めているとか、もしくはそういう使い方もしたいなんて人にとってみると、この製品は非常に力強い製品じゃないかなという感じもしますね。日立の HEFDL300E という製品ですね。昨年の4月発売のモデルになります。日立はですね、まあ、AC モーター搭載機もまああって、 DC モーター搭載機があってということで、まあ、DC モーター搭載機っていうとこの製品は、まあ、日立の中では上のグレードの製品ということなんですけども、日立は AC にしても DC にしても結構羽の形状等によって割とこう静音、それから自然に近い風、日立的に言うと内輪で仰いだような風って言ってるんですけども、これを実現しているメーカーということですね。
ね。それからまあ日立やっぱりモーターもやっぱりしっかりしているというところで、この辺はあのユーザーからも人気があるポイントにはなってますね。ポイントの一つ目としては快適風量内輪風と言ってますけども、 DC モーターの良さを生かしてですね、ゆっくり自然な風を送ると、これまあどの製品でもあるんですけども、やっぱ日立にもしっかりこれあるということですね。それ以外 の細かい機能を見るとですね、それほど実は特筆すべきような機能っていうのは、さっきのシャープとか三菱電機みたいなものはないんですけど、まあ、質実合健という感じで基本性能はしっかりしていると。中でもまあちょっと特徴的かなというのはですね、操作体系ですね。一般的にまあ扇風機ってこう台座があって、台座の前あたりにこうボタンとか LED なんかがついていてっていうのはまあ普通なんですけども、日立のこの製品の場合はボタンはこの台座のところについてるんですけども、 LED がこの縦軸のところですね、スタンドの一番下あたりにこう LED がついていると。なのでまあどういう使い方をするかによるんですけども、例えばリモコンをよく使って扇風機を操作するなんていう場合は、結構今自分の扇風機が何の状態なのかってこう近くまで行かないと分かんないみたいなことってよくあるんですけども、リモコンで見てもこのスタンドのところに LED ランプがついてますんで、大体あ今反応したなとかですね、今この状態だなみたいなところが比較的分かりやすいというところで、操作のしやすさみたいなところで言うと、まあ、ちょっと考えられてるなっていう感じですね。なのでまあすごく飛び抜けたところはないかもしれないんですけども、やっぱりまあしっかりした製品であり、それからそういう操作が しやすいとか分かりやすい、こういうところはやっぱ日立らしいところかなというところで、そういったものを求める方にはやっぱりこの製品はなかなかあの刺さるんじゃないかなと。ちなみにこの製品ですね、昨年の2023年の価格 .com のプロダクトアワードで銀賞を受賞しているというところなので、ユーザーからの評判もまあ比較的いいという製品になっています。バニミューダーはこのザ・グリーンファンという製品で、今まで紹介した DC モーター搭載の高級扇風機というジャンルを、まあ、ある意味パイオニアとしてやり始めたメーカーですね。非常に自然な風が微風が出せる扇風機というのを作って大ブレイクしたというところなんですね。なのでもうだいぶ経つので、他メーカーもいろいろ追随してきているというところありますけども、やはりパイオニア的存在であるというところと、それからバルミューダはやっぱり何といってもデザインがいいというふうによく言われてます。なのでまあもう本当デザイン買いしちゃったみたいなですね、方もあの多いわけですけれども、まあこれ昨年のものですね、2023年の4月発売のモデルはこの製品という形になります。いまだにこのバルミューダのザ・グリーンファンがスペック的にも優れているポイントとして挙げるとすると、やっぱり静かさなんですね。今回挙げた5製品の中でも一番最小の騒音というのが 10dB というところで、まあ、あの三菱電機も 12dB というので非常に静かと言いましたけど、バルミューダはさらにそれを下回ってくるというところなんで、やはり静けさみたいなところで言うと非常に特徴があるかなと。でこれをまああの実現しているのはそのグリーンファンテクノロジーというですね、まあ、バルミューダ独自の羽の形状ですねによるものと言っていいかなと思うんですけども、内側と外側に、まあ、二重の構造をした羽なんですね。で羽の枚数も多くて8枚っていう形なんですけども、内側と外側で回転数が変わるので、外の方が速い風で内側の方がゆっくりした風っていうのがこう出てくるわけで、これが微妙にミックスされてふわっと広がっていくみたいなのが、これがグリーンファンの風の出方ということで、非常にやっぱり柔らかくて自然風に近くてなおかつ静かというところですね。まあ、これがもう最大の特徴です。まあ、面白いのはですね、どこでもターンっていう機能があって、首フリーなんですけども、バルミューダの場合は、まあ、これ一般的な大体扇風機これぐらいなんですけど、75度ぐらいの角度にこう首を振るんですね。バルミューダも75度まで設定できますということを言っているんですけども、一般的な扇風機は大体何段階かでカチカチカチってこうやってですね、75度とか90度とか50度とかっていう形でこうなんかダイヤルとかで、もしくはボタンとかで決め打ちなんですね。ただこのバルミューダのザクリンファンのこのどこでもターンっていうのはちょっと面白くて、0度から75度まで無段階で調節できると。やり方はまずここから動かしてねっていうのを設定して、次はあここまでねってやって止めると、そうするとこの範囲で動いてくれるんですね。だから本当に風を非常に自分の好みの角度に動かしたいみたいな人には、まあ、面白い機能じゃないかなっていうところですね。こっちには行ってほしくないとかですね、風が行ってほしくなくてこっちだけ寄せてほしいとか、まあそういう細かいことが実はできるというところもあったり、まあもちろんデザイン性の高さっていうのは、まあ先ほど言った通りですけども、といったところ特徴になってくると。
ちょっと注意した方がいいかなっていうところはですね、オンタイマーが搭載されてないんですね。オフタイマーはあるんですけど、まあ、オンタイマーってあんま使う方はいないかもしれないんですけども、まあ、これがないというところ、それからまああの風量の調節が4段階しかないんで、微風は出ますけども細かくもっと風を調節したいっていうところはちょっとあの苦手かなというところありますが、やっぱりバルミューダーのこのデザインがいいという方はやっぱりこのバルミューダの製品はいいかなというところもありますし、まあ、先ほど言ったどこでもターンみたいなですね、面白い機能もありますので、そういうところにまあちょっと興味がある方も検討されるといいのかなという気がしますね。ダイソンはあの先ほど言ったようにこれ扇風機と言っていいのかなっていうところがあるので、少しちょっとあの毛色が違う製品ということになりますけれども、まああの同列で検討されている方も多いと思いますので、まあ1台ちょっと紹介させていただきます。ダイソンのダイソンピュアクールリンクタワーファン TP03WS という製品になります。これあのダイソンの最新ラインナップというところに行くとなかなかこれ見つけることができない製品でですね、公式サイト行ってもなかなか買えないんじゃないかなと思うんですけど、価格 .com を見ますと、まあ、いろんなショップがまだ扱っているので買えることができると。でこれ2017年の発売なんですよね。だから結構発売からは時間が経ってまして、もう7年ぐらい経ってる製品ということで非常にロングセラーですよね。ただまあなかなかあのダイソン の, その羽のない扇風機という、まあ、そもそものアイデンティティみたいなものっていうのは今でもそんな変わらないので、7年前の製品といってもそんなに古いとかですね、そういうことが実はあまりないので、今買われても、まあ、十分なんじゃないかなという感じがします。で、まあ、モーターには当然 DC モーターを使ってまして、ダイソンのはもうこのエアマルチプライヤーのシリーズっていうのは羽のない扇風機なんですけども、強くてですね直線的な風を出すことができるっていう意味で言うと少しサーキュレーターに近いようなところもあるんですけども、まあそういう風が出せるというところで、他の扇風機とはちょっと風の出方は違うというところは覚えておいた方がいいと思うんですけども、そのエアマルチプライヤーテクノロジーによって非常に直線的な風が出てくるっていうような、まあ、そういうような扇風機になってます。それからまあこの製品はまあいわゆるタワー型の扇風機なんですけど、タワー型のいいところっていうのは中心を軸にしながらこうかなり回転するんですね。これは製品も350度なんでほぼ一周できる軸回転できるというところなんで、まあ、部屋のどこに置くかにもよるんですけども、かなり部屋の広いところ隅々までこう空気を送風できるというところでいうと、まあ、例えばちょっと広めのリビングみたいなものを想定してもらうといいのかもしれないんですけども、広めのリビングの片隅に置いておくと緩やかに風が循環していくというような、まあ、そういうようなイメージで使ってもらうのがこの製品は一番いいのかなという感じがしますね。それからまああのこの製品単に扇風機じゃなくて、じゃあ何の機能がついているかっていうと空気清浄機能ですね。空気清浄機とファンが一体化したというような、まあ、そういう製品ですので、扇風機というか風を送りながら部屋の空気もきれいにしてくれると、まあ、そういう意味で言うと空気清浄機の方が近いかもしれないんですけども、空気清浄機も欲しいし、まあ、でも扇風機も欲しいしっていう人にとってみるとこれ1台2役で、ほとんどしかもあのタワー型で高さはあるんですけども、フットプリントっていう設置面積はほとんど取りませんので、やっぱ部屋の片隅にちょこんと置いといて、あの部屋の空気をきれいにしながら、そのきれいにした空気を届けてくれるという意味で言うと、まあ、空気清浄機的なイメージで使ってもらった方がもしかしたらいいのかなというところはありますね。まあ、一つ注意した方がいいのは、意外と風の音はするんですね。なので10段階に調節できるんですけども、まあ、なんとなくイメージで言うと真ん中から上ぐらいにすると結構音がします。なので静音性を求めているっていう方には少し DC モーター使ってますけども、ちょっとエアマルチプライヤーって風の出方が違うので、羽の形状とかでこうそれを緩和とかできないので、やっぱりそんだけあの風切り音みたいなところはまあしますよってところは押さえておいてほしいというところと、あとですね、まあ空気清浄機としても使っているので、どうしても消費電力はプラスになります。普通の扇風機よりは少し消費電力が高めになるということですね。ここだけはちょっと押さえておいてもらえればと思いますが、扇風機も欲しいし、でも空気清浄機も持ってないからどうしようかなとかっていうことで思っている方にとってみると、これあのしかも2017年に古いんですけど、その分安いんですね。ダイソンってちょっと高めに思うかもしれないんですけど、角度トームで今2万5000円ぐらいから買えますので、十分その DC モーターの扇風機プラスアルファぐらいで買えるというところで言うと、比較的安い価格で空気清浄機も扇風機もという方にはですね、選んでもらってもいい製品かなという感じがしますね。今回紹介した製品の価格 .com での口コミや最安価格は概要欄の URL からチェックしてみてください。またこの動画がいいなと思いましたら、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。